はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ここ数日レザークラフトばかりやっているひろきでございます。今日はレザークラフトでベルトポーチを作ってみたいと思います。はい、で今日パーツは、これがジャンパーホックというボタンで、強度が非常にあります。で、まあ、ここベルトループなんで、まあ、取れてほしくないところなんで強度のあるこのボタンを使いたいと思います。であと前開きにするんですけども、まあ、ボタン代わりに木の枝を使ってみたいと思います。そしてその木の枝を革紐で引っ掛けて留めるような形のバッグにします。はい、で革は栃木レザーの歯切れを使っていきたいと思います。まあ、表と裏でこんな感じになるようなイメージですね。はい、でこれが、まあ、当て木というか本体部分なんですが、これに革を沿うように押し当てて縫っていきたいと思います。なんでこの当て木に合わせたような型を作っていきます。はい、切りましたけど、この上の部分は後から切りたいと思います。まあ、実際成形してみて長さを調節しながら
切ろうと思います。レザークラフトって一回皮を切ってしまうと後からどうしようもできないんで、慌てず焦らずじっくりやっていくようなスタンスでやっていきます。はい、で皮をこうやって濡らしてやると、皮を曲げやすくなって成形しやすくなりますんで、まず濡らしていきます。で冒頭の写真にもあったんですけど、結構カーブのきつい、本体の、皮の成形にしてますんで、ちょっとこの作業がなかなか慣れなくて大変でしたね。なかなか思うようにこうカーブを描いた仕上がりに なりにくかったですね。はい、でこの状態で、クリップ止めして押さえていくんですけども、ちょうど良い絵本がありましたんで、これを台にしてクリップ止めしていきたいと思います。はい、でここの部分ですね、角の部分、ここはやっぱりどうしてもシワになりやすくて大変だったんですけども、皮は多少濡らしてやると伸びるんで、なんとかこうぐいぐいと押し当ててやれば、だんだんとこう形に合っていくような感じですね。ちょっと待ち時間に絵本でも読んでいきましょう。はい、で本体部分が乾燥するまで、ベルトループのボタンを先につけておきます。こういったのも手順間違えてしまうと、縫い終わってからボタンつけようと思ってもなかなかやりづらいので、今のうちに、やっておくようにします。でレザークラフトは、まだまだ素人なんですけども、ちょっとね手順を間違えると後々大変になることが多々ありますんで、その辺も工程をイメージしながらやっていく必要があるかなと思っております。はい、で穴開けなんですけど、本来はハンマーでガンガン打ってやればすぐ穴開くんですけども、やっぱりなかなか、住宅環境的に夜の作業となるとできないんで、これもいつものようにぐいぐいとなんとか開けましたね。で、ペンチみたいな形の、音が出ないようにして穴が開ける道具もあるんですけども、おいおいそれも揃えたいなと思っております。はい、で皮も、乾いてきたんで、まずボンドでつけてから塗っていきたいと思います。で皮もね、本当は、しっかり乾燥させた方がいいと思うんですけども、やっぱりこう性格的に待ちきれない性格なんで、半乾きの状態でもうやっていきます。
まあ、ただね半乾きの状態なんで縫い終わった後にも、まあ、多少の、革の成形の微調整もできるんで、まあいいかなと思ってます。あとボンドの使い方なんですけど、ちょっと今までレザークラフトやるまではちゃんと認識してなかったんですけども、塗り終わってすぐ貼るんではなくて、まあ5分から10分ぐらい半乾きの状態に乾かしてからグッと圧着することで接着が、強くなるそうなんです。まあいろいろ知らないこともいっぱいで勉強しながらですね。クリップこれいいじゃんと思って買ってみたんですけど、ちょっとね弱かったですわ。のでやっぱり万力とかそういったものを使ってしっかりと圧着できるようなものがあった方がいいなって思います。であとはみ出た、余分な革は、ここで切っていきます。あとここですね、これ圧着する前にここは切っておくべきですね。まあ、レザークラフトってこういうふうに、工程をイメージしてやっていかないと後々大変ですね。まあでもなんとかかんとか、手直ししたしながらやっていけば、まあ、最終的にはなんとか形になるのも面白いところかなっていうふうに思います。あと、針と糸とあと穴を開けるひし切り、これも種類というかサイズがいろいろありますんで吟味して買った方がいいと思います。僕もわけわからずに買ったんですけど、なんかね全然うまくいかなくて、もう一回ちゃんと調べ直して買ったらまあなんとかできたっていう感じになりますんで、まあ、その辺も勉強しながらやっていきたいと思います。
はい、縫い終わりました。で、革がまだ半乾きの状態ですんで、もう一回当て木を入れて、細かい部分とかを、調整していきたいと思います。で、今回革は歯切れを利用したんですけども、まあ、正直1枚もののやつってすごく高くて、こういうなんで、あの、なんだ、色違いの革使ってるんですけども、まあ、それはそれでなんか可愛いなと思いましたね。あと、まあ、この留め具というかボタン代わりに今回木を使うんですけども、まあ、よく使っておられるのは鹿の角とか使ってるのが多いと思うんですけど、こっちの木の方も可愛いかなと思ってつけてみました。で、あとはね、あのちょっと今度はどんぐりをボタン代わりにしたりとか、まあ、そんなのも面白いかなと思って、まあ、天然素材でそういったのもやっていきたいなと思います。はい、木の枝と革紐を取り付け終わりました。これはこの木のところに革紐を引っ掛けて、下からギュッと引っ張ると、カバンの蓋が閉まるような作りになってます。これ前僕持ってた革のポーチがこういう締め方だったんで面白いなと思って、ちょっとそれでやってみました。
はい、だいたい完成しましたけど、このベルトループ、ね、もうちょっと長くしたらよかったなと思いました。ちょっとねベルトにつけてみたらギリギリだったんで、ちょっともうちょっと余裕があった方がよかったですね。はい、ここからあと仕上げですね、床面処理と、コバ磨きをやっていきます。はい、最後に、革の保護のためにオイルを塗っていきます。まあ、あと同時に光沢とかあと、質感も出てきますんで塗っていきます。で結構ムラになりやすいというか伸びにくい感じで、まあ、ただね今こういう感じなんですけども、まあ、1日2日経てば馴染んで、まあ、全体に綺麗な仕上がりになっていきますね。まあ、これでいいかよくわかんないですけどこんな感じでやっています。やっと完成しました。まあ、見ての通りね雑ですけどもなんか愛着持って使えそうだなと思います。ここまでだいたい5時間かかりました。もう真夜中なんですけどもなんかやりだしたら止まらなくなっちゃっていつもこんな感じでやってますね。腰につけると、こんな感じです。結構このボタンというか止め方はなんか意外とやりやすいなって思いました。であとこれは今、持ってるこれは市販のポーチなんですけどもせっかくなんで今日作ったやつに変えてみようと思います。いまいちだけどなんかどっかの国の民芸品みたいで、まあ、意外と可愛らしいのができたんで、大事に使っていきたいと思います。それでは。